輝きの街市原情報局。今回は私たちの生活に密着したとっても便利なマイナンバーを使った新しいサービスについてご紹介します。市原市役所市民課の篠原さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして今日はちーばくんにもお越しいただきました。ちーばくん、よろしくね。ありがとうございます。さあ早速なんですが、篠原さん、私たちの生活に大変便利なサービスがあると聞いたんですが。はい、平成30年の2月1日から、住民票などの証明書類をコンビニで取ることができるようになります。それは便利ですよね。住民票の他にはどんな書類を受け取れるんですか？はい、印鑑証明書や戸籍証明書、戸籍の付票があります。手続きに必要なものはあるんでしょうか？マイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードの申請、私忘れてました。ああ、そうなんですよ。現在取得率が 10% で、申請手続きをされていない方がたくさんいらっしゃいます。ではこの機会にぜひ市民の皆さんにもマイナンバーカードの申請をしていただきたいですよね。そしてちーばくんも実は今カード申請中なんですよね。そうですね。しかしマイナンバーカードの申請から受け取りまで1ヶ月程度時間がかかりますので、コンビニ候補を見据えて早めの申請をした方がいいですね。わかりました。それでは早速私も申請をしていきたいと思います。市役所内1階の国民健康保険課前にやってまいりましたが、篠原さん、こちらの機械は？はい、マイナンバーカードの申請方法には、郵送やスマートフォンなどいろいろありますが、この市役所にある証明写真機を使えば、すぐに申請ができます。なるほど。この証明写真の機械の操作方法に従っていけば簡単に申請ができてしまうということですか？はい、その際にですね、この交付案内書をお持ちください。ライティングもバッチリで綺麗な写真が撮れそうですよね。そうしましたら、マイナンバーカードの申請方法についてご案内いたします。まずマイナンバーカード交付申請用のパネルをタッチして、その後音声ガイドに従って進めてください。この画面が出ましたら、QR コードをかざして、個人情報を確認して写真を撮って、申請が完了となります。はい、篠原さん、申請後はどのようにすればいいんでしょうか？はい、申請から1ヶ月ほど経ちましたら、交付通知書というものが届きますので、それを市役所1階の交付会場にお持ちください。わかりました。こちらが届きました。早速マイナンバーの受け取りを行いましょう。ではお願いいたします。はい、それではお持ちになった書類を確認いたします。はい、もう記入済みですね。はい、このようにしてマイナンバーの受け取りを行っていきます。あ、ちーばくん、ちーばくんも受け取りに来ていたんだね。さあ、このマイナンバーカードを使って平成30年2月1日以降はコンビニで住民票などの証明書を受け取ることができるということですね、ちーばくん。はい、そうです。マイナンバーカードの申請から受け取りまで1ヶ月程度かかりますので、皆さん早めの申請をお願いいたします。今回の輝きの街市原情報局は、住民票などのコンビニ交付サービスについてご紹介しました。